最新247話で投げレオの存続と最終戦に向けて期待が高まるみんなの反応集。それではどうぞ。投げ脱落ルート一旦回避。ちゃんと見返したら結局レオ依存だし、エゴもいろいろ言ってるから恋かもだよな。わら、ブルーロック覚醒の匂わせのパターン結構成功するから、投げ立ち粘りそう。投げの覚醒って何がある？トラップから何を発展させられるんだ？トラップからアイデアでアシストとシュートどっちの選択肢もあるスタイルとか、今まででもできてたし、トラップっていうたけし器だけじゃなくてドリブルとかなんか自主的なものも必要になりそうだよね。結局はそのアシスト、シュートだとしてもパサーがいないといけないからな。トラップとして考えるんじゃなくて脱力から発展して覚醒するんじゃないかなって思ってる。ナギがレオに新しい熱をくれって言った矢先にエゴが自己独創性器が、それは誰かに与えられる価値でもないって言ってるから、この2人覚醒するどころか未だ不穏要素しか感じない。覚醒フラグかと思いきや、バチラがナギレを叩き潰したらおもろい。なんでメガネはこの話をこのチームにしかしてないんだろう。あいつに勝ちたいのと帰国神が映ってるってことは、やっぱり帰国神指導のこと意識してそうやな。この特定の2人で戦うのって合ってるの？潔と氷織の関係はベストだから組んでるけど、ベストじゃなきゃ組まないっていうお互いのエゴでの組み方に対して、この2人は前話であった依存の関係だよね。ナギとレオの瀬戸際をってのもいいけど、サチギリパンももっと変えてって思う。同じイングランドだしさ、ナギ一気に1億アップとかあったらおもろい。やっぱり全敗枠はスペインになるのかな。まあバチラがスタメン入るならいいか。エゴとのあの会話あるの嬉しい。変わろう言っとるのに俺に新しい熱をくれってどうよ。受け身は変わらんか。エゴさんとのあの関わりで頭いっぱい。やわわよ、過去先行編かな。二次先行の時は変わろうとして一人で進んだナギが、今回は俺たち手に人で進もうとしてることに感動しました。世界一のノエルノアが1位じゃないと記憶には残らないって言ってるのいいよな。ノアとエゴの戦友が入れ替えでドアですれ違うシーンかっこよすぎる。もしかしてレオ、潔をコピーして適応能力をたけし器にしてお互いを食い合ったりしてな。マジレスすると適応能力はコピーできない。モニター越しじゃなく直接みんなとエゴさんが話するのって、何気に一番最初の召集時以来やない？世界一には届かないって理解したって、死因神のとことかにかに見えた笑い。世界一には届かないって理解したの死因、私は国神に見えた。ナギはバチラに勝てないだろう。手を離れてあげ。だっけそいつと行けば行けるんじゃないん？レオそろそろシュートしてくれ。レオのシュート全然見てないぞ。何経由のレオがシュート予想。とりあえず生き残るというエゴで最適な目標だし。お互い離れて単体で試合に挑んだらどうなるんだろうか。レオ推しの人には、悪いけどコスト的な予想だと投げに全てかけて、投げは、ランクインしてレオは、脱落しそう。変わり続けなきゃ世界一なれないって今更やん。潔なんて1話目からその思考だぞナギ。映画の主人公がここで脱落するわけないんよな。覚醒するならワールドカップかと思ってたけど、もう来るのかな。ナギドリブル始めんちゃうん。ほんでバチラにボコされる。なんかレオだけ脱落しそうだな。なんやかんやナギは絶対生き残る。いやこれレオ怖すぎる。ナギだけ通ってレオは踏み台で終わりそう。ナギはあくまで与えられに生き、エゴの思想と相入れないんだな。レオからもらうことに執着しすぎなんじゃないか。ナギがいない方がレオは成長しそうなんだけどな。ナギは言い方悪いけどいいとして、レオだけは生き残ってほしい。ポテンシャルがもったいなすぎる。2人で変わるんじゃなくて1人ずつが変わろうとしないと、ここの2人は生き残れない。コスト的に今度はレオがナギへの依存を手放さなきゃいけないって気づいてほしいと願望を持ってる。ブルーロックシステムって入札入ってるなら脱落してもプロチームには入れるんかね。ユッキーとか進まないでプロチーム入りそうだけど。ナ
ギが2点決めて最後レオがイサギのダイレクトシュートコピーして勝ちそう。次の試合で投げレオは変わろうとして結局何したらよいかわからなくて、ピンチなったところで投げが想像しだしてアギと組んで決めて、レオは落ちそう。賞金ランキングやっぱりゴールとかアシストもそうだけどメタビジョンとか突出した能力が重宝されるよな。エボはやっぱニャンヘンが推しなのかっていうよりイサギが好きなのか。自分のプレイスタイルに似てるとかあるんかな。まあ一番成長速度速いし潜在能力が底知れないってのもあるんだろうな。あんなバリゾーゴンなんか打ち消すくらい強くなれ。ナギくんは一度消えた炎が復活してきてるし、レオくんは何回も地獄の底から這い上がれる強さを持ってるから君たちなら大丈夫だ。エピソードナギを同時に読んでるからもあるけど、やっぱレオが一番好きだな。エボ先生のお話は、これまで部分的にやってきたことの総決算で、ブルーロックの選考も最終段階に近づいてるんだなぁと。前半が私の好きなペアの対話で後半に私のしかない、エゴの持論ターンあったからなおさらエゴの持論全部ぶち壊して欲しくなってきた。ブルーロックコスト的に一番おもろいのは U20 日本代表戦。次にイングランド戦だけどフランス戦どうなるかしらね。ネットの声がリアルすぎてこっちが辛くなったけどマジでレオとナギはいい加減離れた方がいいよなぁとセイラくんめっちゃ抜かれてる気がするんだけど次の試合で活躍するクラブですかねめっちゃ楽しみ。ナギとレオエゴが足りてなさすぎないか覚醒フラグみたいなの立ててたけど馬狼に一遍死んでこい言われてるのにまだに人でやろうとしてるあたりダメそう。ナギレオの正解はそうじゃない気がするおばちゃんは心配だよ大丈夫だよね。魚介に名前覚えてもらえたら別に脱落してもよくないか外国の方がサッカーってすごいんでしょ日本のサッカーがヌリーから立て直すプロジェクトでヌリー国の立て直しに参加するよりもともとアチー国の選手になった方がアチーだろさっさと脱落しようブルーロックってそもそも脱落したらどうなるんだっけ日本代表になれなくなるだけだっけだったらイトシアニみたいに外国の選手になればいいんじゃないの日本のサッカーってヌリーんでしょずっと待ち続けてた推しの試合にこんな完璧すぎる幕開けをくれるとか言葉にできないくらい高揚したし今も鳥肌すごい立ってる金城先生、野村先生、本当にブルーロックを生み出してくれてありがとうございます今回は以上になりますこのチャンネルでは最新アニメのみんなの反応を紹介しています動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。